異例の超短尺バットで臨む。ロッテ荻野貴司外野手33が21日ロッテ浦和球場で自主トレを公開。76から77センチの非常に短いバットでフリー打撃作機までは85センチのバットを短く持って使用。今季はグリップの感覚を得るため小学校の中学年用のような長さに持ち替えた。ライナー性の打球を連発する荻野の手には短いバットが握られていた。76センチから77センチです。長く持ちたいんで少し短いバットを作ってもらった。まだピッチャーとやってないから使うかわからないが試合もこれでいきたいと思っています。昨季までは85センチのバットを短く持っていた。短く持っていた時はグリップエンドの感覚がなくその感覚が欲しかった。感覚的な問題ですけど力も入りやすいと重さは変えず長さを約8から9センチ短くした。バットを提供するデサント社の担当者も驚いた。そんなに短いのは聞いたことがなかったが昨季バットを短く持っていたことを考えるとありなのかなと。どうしても今までのバットとはバランスが変わってしまうことだけが心配でしたが振り抜きやすいと言っていただいていますと好感触。茎と同じメイプルで880と 890g のバットを5本ずつ作った。一般的にプロは84から86センチ前後が多く76センチは小学校中学年の児童が使う目安だ。外角球に届くのかという疑問が浮かぶ。荻野は全然届きますよ。短く持っていた時の方がもっと短かったと思います。はじめは感覚が違ったけど、だいぶ良くなってきましたと心配は無用だ。短距離中心の打撃スタイルには変更はない。大振りにはならない。コンパクトにミートしていきたいと意気込んだ。昨季は7月に怪我で離脱後、チームも失速した。10年以来の日本一には1番中堅荻野の定着が欠かせない。を目標に頑張ります。全試合出たい。去年はボール球に手を出してしまい四球を取れるところで取れなかった。出塁率を上げて自己最多盗塁の26個を1個でも超えたい。昨日出塁率は3割3分。深いバットで球を引きつければセンターマンアンも上がりバルガス、レアードが加入した重量打線もより機能する。ロッテ浮上の鍵は荻野の両手が握る。長が送信バットの形状公認野球規則では最も太い部分の直径が 2.61 インチ約 6.6 センチ以下長さ42インチ約 106.7 センチ以下と規定されている。プロ野球の選手では84から86センチ前後が平均。